お願いします AI 搭載アプリとえ土壌成分および微生物測定器による家庭栽培サポート事業を提案する星名です私は大学と大学院で9年間にわたり物理学の研究を行い量子物理学の知見をビジネスにも活用してきました実家では無農薬で家庭菜園を20年以上手入れしてきた大の自然科学好きです そんな私がなぜ家庭栽培サポート事業をやるのかそれは夢中になった自然をこの気候変動で失いたくないからです気候変動に対して社会の人々はどのように感じているのでしょうか気候変動の意識調査によると7割以上が気候変動に対して意識しながら生活をしているということですにもかかわらず 現状と目標とのギャップこれがあまりにも大きいでは今ある自然を守るためにどうすればいいのか私は皆さんが脱炭素化に貢献できる仕組みをもっと作ろうというふうに考えていますそしてその仕組みが本事業です本サービスの利用者は楽しく家庭栽培をしながら再生型農業にも親しめ気候変動対策に をに貢献しなながらカーーボンクレジットを運用でできるそのようなサービスですまずアプリについては種まきや野菜の植え,植え付けの際にデータの登録が可能でその情報をもとに総合的なサポートを行いますカメラを向ければリアルタイムにアドバイスを提示し熟練の農業者がサポートしてくれるような機能を提供します 測定器を開発しアプリと連携して土壌環境を可視化することで安定的でリジェネラティブな家庭栽培を実現しますさらに土壌栽培土壌環境の詳細なデータから土壌の二酸化炭素固定量を算出しカーボンクレジットとして運用可能にします家庭栽培の市場とニーズに関しては成人の約4割が家庭栽培に高い関心を持っており実施者の9割が 継続希望と答えていますまた経験者の7割以上が知識習得に関心を持っており潜在的なニーズも十分あると考えています競合状況としては他社製品にはない機能を組み込んで差別化を図りますデータベースを拡充することで世界各地に対応させていきます 直面している課題としては野菜の画像が足りないというところがあるので、もし家庭栽培をされている方がいらっしゃったらあの送っていただけると幸いです、えー。作戦会議ではブレインストーミングをしたいと思っております。はい、ありがとうございました。